こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の5月31日を、3時間ほど過ぎましたが見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 70.53 ということで、はい、相変わらずですね。ただ今日ちょっとね、経済指標の発表があったみたいで、ちょっと触れました。まあ、それでも 71.5 にタッチせずに落ちてきて69円台か、はい、でまた 70.5 があたりまで戻っていると、はい、日足ですとこんな感じですね。冴えないですね。じわ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 下がっています。はい、では続いて見ていきます。はい、コーヒーさんもむっと、和訳、過去8年間 ATIX のアラン・ベルブナーをはじめとするアルゼンチンの開発者たちはカルダナの開発において非常に貴重な存在でした。アルゼンチンにはこの業界で最も優秀な頭脳の持ち主が何人かおり、彼らと一緒に仕事をできたことは光栄なことでした、ということで、まあ、これがチャールさんのツイートですと。でセイラさんが、こちら、カルダナ創設のチャールズ・ホスキンソンさんを、ミレ大統領ですね、アルゼンチンのこの方がフォローしていますということですね。はい、エダロボさん、カルダナの憲法会議は2024年12月にアルゼンチンで開催されると、これは偶然ではありませんということで、チャールさんとこの大統領が、まあ、だいぶつながっているということですし、今のように憲法会議がアルゼンチンで行われるということですね。今年はアルゼンチンが熱いよと。はい、沖縄も暑いということで、沖縄ミートアップの場所が確定しました。沖縄県内の中も東方遠方からお越しの方もアクセスしやすい好立地と、GRG ホテル、国際通り、那覇空港、朝日橋駅ということで、沖縄に電車が通ってるんですね。モノレールでしたっけ。はい、ちょっとここがね、どちらかというと私が気になるところです。はい、さらにユートさんから、1000人以上が50のワークショップを世界中で行い、カルダナ憲法を議論していきます。2025年1月にこれがブロックチェーン投票で正式承認されます。日本でもワークショップが、実行されかな、日本がこのプロセスから漏れることがないよう動いてまいりますということで、この日程表に基づいて、まあ、日本でワークショップが行われるということですね。まあ、世界大会もあるので、日本でね、ユータさんはじめ、いろんな方がまあいろいろリードしてくれてますけど、だいぶ忙しくなってきそうですよね、今年は。はい、そして日経電子版、日経特報、DMM系からビットコイン480億円、不正流出。はい、DMM ビットコイン482億円流出、金融庁は原因究明求めると。DMM グループで暗号資産の交換業を営む DMM ビットコインは31日、ビットコインが不正に流出したと発表した。流出額は482億円相当で、流出した顧客のビットコインはグループ会社の支援の下で全額保証する方針も明らかにしたと。はい、これはちょっと安心材料ではありますね。金融庁は資金決済法に基づく報告、命令を DMM ビットコインに出し、原因の究明や顧客の保護を求めた。警察当局も流出の発生を把握し、情報収集を始めた。DMM ビットコインは発表資料で、被害状況の詳細は引き続き調査中と説明した。記者会見の有無など今後の対応については、ウェブサイトに掲載した、お知らせの内容以外で決まっていることはないとコメントした。DMM ビットコインはビットコインなど40弱の仮想通貨を扱う交換業者だ。同社の23年3月期の事業報告によると、37万の顧客口座を抱える。不正流出を受け、新規口座開設の審査や現物取引の買い注文の停止など一部のサービスを制限したと。同社によると、不正流出を検知したのは31日午後1時26分頃、不正流出した数量は約4500ビットコインと判明した。不正流出対策は実施したものの、追加の安全確保のため一部サービスを停止したという。はい、ここに、過去にも発生している流出ということで、5件載ってますね。2014年、マウントボックス、2018年、コインチェック、2018年、テックビュード、2019年、ビットポイントジャパン、21年、リキッドということですね。はい、これが1、2、3、4、5、5からで6回目ということですかね、大きなものは。はい、
暗号資産交換業者からの仮想通貨の流出事案は過去にも複数回発生している。14年にマウントコックスから480億円、18年にはコインチェックから580億円が流出した。21年にリキッドから100億円が流出して、以降は国内交換業者からの流出事案は発生していなかった。金融庁が交換業者に業務改善命令を出した事例もある。過去最大の流出額となったコインチェックの事案では、18年1月に同社が顧客から預かっていた NEM と呼ばれる仮想通貨が不正アクセスにより外部に送金された。同社従業員の端末がマルウェアに感染し、管理するためのパスワードにあたる秘密鍵を盗まれた。 NEM の保有者に対しては日本円で返金された。コインチェックの巨額流出は交換業者に対する規制の強化につながった。政府は19年の法改正で顧客の仮想通貨をネットワークから遮断されたコールドウォレットなど信頼性の高い方法で管理することを義務付けていたと。じゃあこれに従ってなかったということですかね。 ADM ビットコインは16年に東京ビットコイン取引所として設立され、17年に暗号資産交換業の登録を受けた。23年3月期の通期決算では仮想通貨の売買になって19億円の営業収益を計上した。ビットコインをめぐってはビットコインで運用する上場投資信託 ETF が米国で登場するなどして投資家からの引き合いが強まり、3月に価格が1000万円を超えて過去最高を記録した。国内交換業者での仮想通貨の口座開設者数も増加傾向にあったということで、まあ、そこに水を差しましたよということですね。はい、アンゴロさんのツイートでも出てますね。はい、アンゴロさんのカウントでいくと5件目ですということですね。こちら被害額、被害額当時レートと現在レートで、書かれています。はい、コーヒーさんから久々に疑惑の流出が、預かり金分は補填されるようですが、やはり取引所は大金が集まるため狙われやすいので、取引の時だけ使うことが身を守る術ですねということですね。はいはい、ちょっとさらにですね、ビットフライヤーから、まあ、いろんな方がね、これについて記事とか声明を出してますね。 DMM ビットコインで流出被害が確認されました。当社では被害がないことを確認しております。当社では創業以来流出被害は発生しておらず、お客様の資産は安全に保管されております。当社以外の取引所に暗号資産を送付される際は十分ご注意ください。はい、こちらビットフライヤーのセキュリティ対策は、創業以来ハッキング被害を受けたことはありません。お客様からお預かりしている暗号資産すべてネットワークから隔離されたコールドウォレットに保管していますということ。さっき、決まっているようにさっきありましたように、こうやってますということですね。当社は外部ベンダーが開発したウォレットは一切使用していません。アーキテクチャが検証可能である自社開発ウォレットで強固なセキュリティを担保しております。さらにコールドウォレットのアクセスは物理的に厳格に管理しており、コールドウォレットから暗号資産を移動する際に物理的にも技術的にも多重のセキュリティを設けております。そのためお客様の資産は厳重に管理していますということです。はい、では値段に戻りまして 70.57 円ですね。はい、14,012.9×、70.57 で元本が10万円ですので、計算しますと88,890円プラスということになりまして、888.9% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。